どうも、バッキーです。さあ、今日はですね、溝の口にやってきてるんですけれども、ちょっとね、用事があってね、この辺ブラブラしてて、なんか、ご飯ないかなーって探してましたら、デカデカとね、餃子の看板がありまして、東京餃子軒さんにやってきました。今ちょうどね、ランチタイムなんで、ランチセットあるんですけど、まあ、美味しそうなね、セットが、たくさんありますと。17時までやってるっていうのは嬉しいですね。ちょっと初めてのねお店なんですけれども、東京餃子軒さん、食べていきたいと思います。行ってきます。ランチセットは担々麺と餃子にしました。担々麺好きなんでね。であと餃子もね、いろんな種類あるんですけど、セットでは普通の餃子来るんで、このね、季節の餃子っていうのがあって、これね、頼んでみました。牡蠣を使った餃子みたいですね。中細のストレートで卵麺ですね。両手専用の豆板醤味噌って言われてる。食べたいよ。結構届いてるんですよね。味噌のコシとちょっと甘みの味が食べる。季節の餃子、左で。牡蠣の餃子、初めて作る。まあ、これ今の長いよ。まあ、多分、一日、一応、一日、なんか、海の幸で、膝の上に。合いますね。で、マスターはとにかくさっきの麺だから豚肉から
そしたらですね、東京餃子軒さんでランチセットの餃子担々麺、あと季節の牡蠣の餃子、いただきましたけれども、担々麺はね、あの本当攻撃的な辛さで、スープ一口飲むとね、おわーっていう、かなりダイレクトにね辛みがきまして、ひき肉もどっさり入ってるし、麺が縮れててね、水菜とひき肉をこう絡めてくれて、辛みは強かったんですけど、激辛まではいかないですけどね、まあ美味しい担々麺でした。まあ、あとやっぱり餃子が売りなので、餃子すごい皮もちもちで、一口噛んだら肉汁が滴り落ちてって、なんかもう小籠包なんじゃないかなっていうぐらいね、餃子の中の肉のあんもねぎっしり詰まってて、本当ね美味しい餃子でしたね。あと牡蠣の餃子はもう人生初めてだったんですけど、牡蠣の身が刻んであって、豚肉と相まってね、まあ大体ああいう餃子って牡蠣の身がねちょっとしか入ってなかったりするようなイメージあるんですけど、もうね全くそんなことなかったですね。もう牡蠣すげー入ってましたん で今回僕が来たは東京餃子軒のお店が溝の口駅から徒歩 1,2 分の場所にありまして、でこの近辺にね10店舗ぐらい展開してるみたいですね。でぜひ美味しい餃子ありますので、東京餃子軒さんで餃子、食べに行ってみてはいかがでしょうか。以上、わっきでした。それであと弁当もあったんで、これ弁当動画もいけるな。